私のチャンネルへようこそ JBN1ビュー。 収録の模様は特番で放送される予定です。高橋アマ主演、ボーイフレンド降臨、トキング・リンチェの主題歌がお披露目されます。マッツ人気グループキング・リンチェの高橋アマが主演するテレビ朝日系推しドラサタデーボーイフレンド降臨降臨からキング・リンチェプリンス担当する主題歌彩りの音源が解禁解禁。同作の特別 PR 映像に乗せてテレビ朝日公式 YouTube とジャニーズ公式 YouTube ジョニーズオフィシャルで初公開された。胸キュンシーン満載の初公開映像やキャストたちが素顔を覗かせるメイキングなど貴重な映像の数々を大放出する。また高橋、桜井、田中が撮影の裏側や恋愛トークを披露する3ショットのスペシャルインタビューをはじめ、かしこの同僚黒瀬健介役を演じる末澤誠也や翔の恋人への木田陽役の三宅健ら豪華キャストのインタビューも初公開される。そしてキング&プリンスへの主題歌彩りのレコーディングに臨む高橋の風景も公開されるほか、キング&プリンスへのメンバー全員からの高橋への応援コメントも放送される。なお地上波放送終了後には TVR チャイエーヨーテレ朝動画などでの配信も決定している。また放送スタートを前に9日午前4時より見どころを紹介する特別番組ボーイフレンド降臨まもなくキュン降臨 SP の放送が決定。何者であるかわからない23歳の朝日高橋と何者にもなれなかった35歳の茶屋かしこ、桜井由紀、佐藤渡る田中みなみの12歳差の男女3人の恋模様が描かれる今サクサク。以下のようにネットワーク上に表示されるいくつかのコメント。海人くんはダンスもうまくて演技もうまいのでとても楽しみにしています。ぴったりの役柄だと思います。必ず見ます。またはその他のニュース。里見光太郎85歳、13歳年下の妻にヘコヘコ。キング&プリンス高橋海人さんが初登場します。10月10から14日に放送される黒柳徹子さんの長寿トーク番組徹子の部屋のラインアップが発表された。10日は歌手の美輪明宏さん、11日は俳優の段田康則さん、12日は俳優の里見光太郎さん、14日は人気グループキング・リンチェ・プリンス高橋海人さんが登場をする。する13日はトラさんファミリー大集合と大志子厚美清さんや倍賞千恵子さんを特集する。85歳の里見さんは様々な趣味を楽しんでいるといい、約3年前に始めた水彩画で今年個展を開催。結婚46年になる13歳年下の妻との暮らしぶりも明かす。料理上手な妻への感謝を語りながら思わずのろける。13日のトラさんファミリー大集合では映画男はつらいよの山田洋次監督からメッセージが届く。主演の渥美さんがトラさんを演じ続けた思いや黒柳さんとの思い出話も放送される。番組初登場の高橋さんは中学生になって両親からジャニーズ事務所のオーディションを受けるように勧められたことを明かす。事務所に入り子ジャニー北川さんからは自分の存在意義はいずれわかる日が来ると言われ、その答えを探すためにアイドル道を紳士に進み始めたという。87歳の美輪さんは自宅の庭、土俵をはじめとする日課、故郷長崎での墓じまいなど謎に包まれた私生活を明かす。そして昨年99歳で亡くなった瀬戸内寂聴さんとの交友秘話も交えながら自身のルーツ、同性愛者を公言した時の驚きの体験など波乱万丈の人生を語る。段田さんは19年ぶりに徹子の部屋に登場。今年100歳となった母の話、およそ40年前に若くして亡くなった父が残した書についてなど家族の秘話を明かす。段田さんが演出を手掛ける舞台女の一生
って主演を務める大竹しのぶさんから愛のこもったメッセージも届く。またはその他のニュース。高橋山のサプライズ、井上聖ガーナ、本当に驚いている演技をする。ポトって、撮影で印象に残っていることを聞かれた高橋さんは、えっつ、ネタバレにならないようにしなきゃ、うわから、とちょっとプレッシャーを感じている様子。しばらく考えた後、島で住居を物色するシーンで監督にドッキリを仕掛けられた、と話し出した。カナヘビがポトって落ちてきて、そこでの反応が、自分で言うのもなんですけどめっちゃリアルだと思います。ショー。マジでビビった、高橋さん。番組はその撮影シーンを公開。ポトリと落とされたカナヘビに、高橋さん演じるオダハンとは、え？うわっつわから。と退くと、落ちていた広告の紙で恐る恐るカナヘビをツンツンしながら、俺無理なんだよ、これ。カットがかかった後、動き出したカナヘビに、うら、本物、本物だー。と、飛び上がりしばし呆然としてからこういう撮影の、スタイルとつぶやいていた。井上聖ガーナ、確かに、ショー。本当に驚いた時の行動でしたね。カルベ正和キャスター。はい、その表情。幼いキャスター、高橋さん、撮影現場で相当緊張していたそうなのですが、あのドッキリで肩の力が抜けたと語っていました。大胆不要なので、コロナ災いでも安心。顧客満足度1位のサービスとは？吉岡秀隆さん主演の人気ドラマの続編、映画、DR、孤島診療所、2022年12月16日公開、に、高橋海人さん、キング&プリンス、が新米医師役として出演する。目覚ましテレビフジテレビ系の幼いレイナキャスターは8月下旬クランクアップほやほやだった高橋さんを、インタビュー。10月7日の番組内で放送した。吉岡さんとの共演はいかがでしたか？という幼いキャスターの質問に高橋さんは初め会った時はあの孤島先生だと思って緊張していたのですがとても気さくでフランクでユーモラスな方で、いい人っていうよりすごい人って感じでした。考えの一つだったりとか、と答えた。まる私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。